香ばしさも出てきましたね。おいしそう。ボンジュール皆さん元気ですか。フレンチシェフマッサーのおうち料理、今日はですね皆さん大好きなですね焼き豚を作ってみたいと思いますね。でも焼き豚ねいろんなやり方があるんですけど、今日はですね、バーベキューの時にねちょっと美味しく適当にちょっと作ってみたらね美味しくできたんでね、このやり方をですねレシピ化しようということでですね、作ってみました。丼にもできますしサラダでもできますね。とっても美味しくできると思います。ぜひご覧ください。ということで今日のお花も外からご紹介いたします。はい、今日も暑いですね。今日はお花の代わりですけども、今日は今日より少し南に降りてきていた飛騨川ですね。飛騨川の国道沿いにいます。綺麗な飛騨川が、これはいずれで、これまたあの高山線の橋が鉄橋がありますけど、綺麗な水ですね。どうか飛騨川、やがてね、諏訪に行くわけですけども、諏訪から飛騨川からお届けしました。はい、今日はですね、焼き豚ですね、ポークグリエ、フリアンスクで、フリアンスクなんで、まだ噛んでますけども、ポークグリエですね。今日の焼き豚は、どっちかっていうとバーベキューに合うような作り方でね、やりたいと思いますね。先日ね、ちょっと家でやった時、ちょっとね、パパッと適当にやったんですけど、ね、非常に美味しかったもんですからね、これをちょっとレシピ化しようかということでね、作ってみました。材料ですね、紹介します。豚バラ、バラ肉ですね。バラ肉はこうやってね、3層になってこういろいろ肉もバランスよく入ってるのがいいですね。今日はカナダ産プレミアムポークブロックですね。100g あたり117円で、 420g で490円、これを使います。それに玉ねぎ、ニンニクですね、もうここすっときましたけど、それにコチュジャン、それに料理酒、ね、それからね、もしあればですね、こういうローズマリーとかタイムで風味付けしてもいいですけども、別にこれ入れなくてもね十分美味しかったです。まあこれ入れるとねちょっと風味が変わるんでね、洋食っぽい感じになるんですけど、これ入れなくてもいいですね。これででは作っていきたいと思います。で今日のポイントあるんですけどね、ポイントはよく揉み込む、でもやりすぎないっていうところがですね、肉の繊維が壊れすぎてもいけないってことですね。それから突っ込みは前日にやった方がいいですねっていうことですね。もし時間の長い場合は肉にフォークでもね刺して穴を開けて、やるといいと思います。今日はねちょっとね薄切りで、早く使うように薄切りでやりたいと思いますけどね。そして、3番目のポイントは強火で焼く、焦げ目が美味しいっていうことですね。まあ、炭火焼きの方はいいんですけど ね韓国料理ねサムギョプサルっていうんですか、僕はねあまり知らないんですけど、サムギョプサルっていうね、なんかバラ肉の焼き具があるらしいですけどね、それに似てるかもしれませんですけどね、これ僕が適当にちょっとやってみたら美味しかったっていうやつで、ちょっとレシピ化してみようということで作ります。はい、豚肉ですね。豚肉、ね、長いものでいいんですけど切りにくいですからね、まあ半分ぐらいでもいいですね。申しておきますね。そしたらねこれ半分ですから、まあこれどうでしょうか、8mm、 7、8mm ぐらいですね。切っておきますね。ちょっとこれね何ミリでしょうかね、ちょっと測ってみましょうかね。何ミリかな、1センチ角ありますね。まあ8、9ミリから1センチぐらいということでですね、1センチ弱ぐらいで、切るといいと思いますね。あまり厚くてもねちょっと浸からないですからね。はい、ではねこれをマリネにしていきますね。ボウルに、大きなボウルに入れてもいいんですけど、こういうね、瓶の袋の中でやっちゃってもいいんですけどね。今日はですね、先にですね、コチュジャンを入れます。まずこれ大さじ1。これ今日 400g があります、ボラ肉がね。大さじ2。大さじ2半ぐらいでいきましょうか。大さじ 400g に2杯半入れました。これを、お酒を少しね入れましょう。もうね、その先ほど使った2、お酒を大さじ1、2、3、
大さじ3入れました。でこれをですね、軽くこう、軽くというか先に揉んでおきますね。先にやります。先にこれをなぜ揉み込むかということはですね、このコチュジャンのですね、香りと味がですね先に染み込むということですね。ですからここにで、ね、あの日本料理酒も入れてありますから、よくね真っ赤にこれがあったでしょ。でここであまり揉みすぎなくていいですね。ここ崩れちゃいますからね。でこうして優しく揉み込むということでですね、こういうことですね。はい、次はねニンニク入れますね。これで合わせてもらうね。ニンニクこれ吸ってありますけど、これ細かいので吸ってあります。これね、小さじこれで1ですね。1ちょっと入ってますけど、1小さじ1、ちょっとすり残しも入れて小さじ2、小さじ2ぐらいでいいですね。そしたら玉ねぎ入れますけど、これをちょっと吸ってみます。何グラム入れるかちょっと見てみますね。玉ねぎはね、これ結構柔らかくなる、これ入れるとね柔らかくなりますから、酵素の関係でしょうかね。90g、 早くこんな程度でいいですね。やはり早く進化するためには細かいのがいいってことですね。ニンニクはですね、こう細かいのですっとすり入れましたけどね。ここまでしたらですね、これもう移しましょうね。こちらにね、玉ねぎとニンニクも入りましたね。料理酒も入りましたということで、料理酒ね、日本酒ももう一杯ぐらい、ここでちょっともう一杯足しますね。足します、もう一杯だけね。はい、もうトータルで3杯ですね。でこれ入れたらですね、空気抜きながらこれでよく合わしておきますね。合わしておきますね。ちょっとコチュジャン多かったかなって感じですけどね。これはもうちょっと少なかったかな。これ今日は 2.5 入れましたけど、2杯でも良かったかもですね。はい、これでつけときますけどね。もし、香りこれね、今日はタイム風味にしたかったら、このタイムをですね小さく刻んで、中に入れた方がいいと思いますけどね。今日はなしでいきましょうかね。はい、これはもう蓋をし、空気抜いて蓋をして一晩置きます。はいはい、ではね、昨日つけたやつですね、それを開けてみますね。ちょっとね味噌が多いかなと、ちょっとね、コチュジャンを多く入れすぎたかなと思うんですけどね、しっかり使ってますね。できればね、途中で揉み直した方がいいと思いますけどね。で、こういう流れになりますね。これは、バーベキューで、やられるときに、外でやるときはね、炭火でやった方が美味しいですけどね。今日は、これをね、フライパンでやりますね。で今日は丼にしたいと思います。これもね、残ったやつをですね、残ったというか、焼いてから、小さく切ってですね、野菜炒めに入れたりするとね、非常に美味しいですね。はい、はい、まずね、フライパンにサラダオイルをして、今日はこのご飯の上にね、今日は丼にしたいと思うんでね、この焼き豚ですけどね、一応ね、一応というか焼き豚ですけど、これを厚めにして、まあ 2,3 日、2日ぐらいつけて、大きい、こんなね、太いままで、オープンの中で焼くと美味しい焼き豚になりますけどね。今日は薄切りにした焼き豚にしますね。軽くキャベツを炒めて、まあ、軽くこれも塩コショウしておきます。ね、これぐらいでいいですね。さっさとちょっと生っぽさが残ってるぐらいがいいですね。あんまり炒めすぎるとね、ご飯の上に乗せます。はい、油はね少しだけですね、少しだけすくく言ってますけど、はい、やっぱりね、焦げ目がついた方が美味しいんでね、あまり弱火じゃない方がいいですね。
晩がですね、ちょっと暑くなってきてからですね、ここがまあポイントね、一つですね。網焼きでもいいですけどね、網焼きでもいいですね。で、暑くなったら、ジャーってぐらいにね、入れますね。今日はまず、一人前の丼ですからね、これぐらい焼けばいいかなと思いますね。うん、いい匂いがしてくるね。反対しますね。まあ豚肉ですからね、火が入らないといけないですからね。牛だったらねいいんですけどね、牛だとこのつけ汁だとね、ちょっと味がきつすぎるかなと思いますね。これ 豚バラだからね、このミスコチュジャンと玉ねぎ入れたこの分量がね、絶対僕はいいと思いますね。これでね、ほとんど火が入ってきましたね。香ばしさも出てきましたね。おいしそう。はい、これで出来上がりですね。ではカットしてですね、丼にしたいと思います、ね。で、これはですね、ご飯にね、さっきさっと炒めたキャベツが載ってますけど、今日はね、この、YT タレですね。ソース YT タレって自家製のですね、万能タレですけども、これご紹介してありますのでね、これいろんなものに使えます。今日はこれをですね、下のタレにしたいということで、はい、豚肉をまあ一口ね、上からこう上から押さえるようにこう切るといいですね。グッグッとね、グッグッと押さえながら切るとね。で、これをねしていきましょうね。蒲焼きかなっていうのね。あ、やっぱね、蒲焼き、うなぎは高いですからね。これは美味しそうですね。早く食べたい。ね、たっぷり、蒲焼きかと思いましたね。はい。で、いかがでしょうかね。美味しそう見えますね。はい、今日は丼ですね、焼き豚、ちょっと変わった焼き豚ね、作ってみました。はい、ではいただきます。どうでしょうね、もう見るからに美味しそうですね。うなぎか間違えますね、うなぎなのかな、よく混ぜて。めっちゃ美味しいです。これはぜひ皆さん作ってください。もう一杯、もう一杯、はい、美味しくできましたね。ぜひね、見てくださいこれね、美味しそうに見えたらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。